こんにちは、山際です。今モロッコのフェズという都市に来ております。このフェズはですね、迷宮都市と言われるほど本当なんかこうぐっちゃぐちゃに道が入り込んでて、まあそのぐちゃぐちゃに道が入り込んでる中にお店とかレストランとかお土産屋さんとかそういったものが結構立ち並んでるところで、まあ有名な場所なんですけども、はい、今回はそのまあ入り組んでるそのまあ迷宮都市と呼ばれるですね、その中でも特にごちゃごちゃしているメディナというところをですね、まあ歩き回って観光してみたいと思います。まず目の前に見えてきてるのが銀食器系の工芸品です。はい、いっぱい売られてますね。なんでしょうかね、この同じ店が立て続けにあるっていうのは、なんともこうね、全く同じにしか見えないんですけど、まあ素敵ですよね。あ、ミシンも売ってたりとかしますね。さあ、迷路の中に入ってきております。道にロバが普通にいたりします。かわいい、なんかいろいろ住んでる。こんな狭いとこに普通に今馬走ってきましたよ。ちょっと怖かったし、なんか本当引かれるんじゃないか、蹴られるんじゃないか、ちょっと恐怖でしたね。まあそんな感じで本当に迷路になってて、もう完全に今迷ってますこの人たちは本当になんかね、モロッコって世界三大うざいとかって言われてるんですけど、なんか僕はそんな感じはもしなくて、どっちかというとちょっとね、毎日が学園祭みたいなノリでなんか生きてる感じがしてですね、すごく陽気でなんかまあ気持ちいいなと思いますよ。こういうね、ちょっと日がないとこ、風通しのないとこに来るとやっぱりですね、おしっこ臭いですね。川なめし職人工場みたいなところにやってきました。ミント、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 ノーミント、ノーミント、あ、え、ミント？Yes。What? What? Smack, smack. Smack. あ、匂いきついからこれミント持って行かないと大変だそうです。とにかくもうすごいな、もうすごい。あ、マニー How much? 10 OK 10ディルハムということで、見学料に120円ぐらいですねかかるみたいです。まだ全然ね、匂いしないけど、ここら辺は。ジャンパー、ジャンパー、ジャンパー、あー、革ジャン、革ジャン有名なんですよ、この土地。頼んでもないのにガイドをしてくれるっていうね。ポフとかもう革だな、しかしすげえ革。さて、やってきました。おお、すげえ。This is the biggest oldest tannery in Morocco. Okay. It's from the 14th century. 14th century? Yeah, but same process of work. Here we trade four kinds of leather. Sheep leather, goat leather, cow leather. 実際に、まあ、革なめし職人ということでですね、あの革にあの色付けをする職人さんたちがここに集まってですね、実際に革を染めている工場というふうになります。はい、これ雨降ったらどうすんだろうっていうぐらいな感じなんですけども、本当にあのたくさんありますね。で、むちゃくちゃ臭いっていう風に聞いてたんですけど、そこまであの匂いはきつくないですね。別にこのミントを嗅ぎながらじゃないと耐えられないっていうぐらいの匂いではないんです。まあ多少ちょっと臭いは臭いんですけど、まあ、そこまでなんか鼻がやられそうな匂いまではいかないです、はい、という感じで、はい、あちら側見てみると革を干している人がいて、革を染めている人がいて、でこっちにもいますね、はい、にしてもですね、これはすんごい重労働じゃないかなと思います。まあ、今この季節なんでそこまで暑くないからいいんですけど、多分モロッコの真夏って多分灼熱になると思うんですよね。でそんな中この仕事をするっていうのはかなり過酷な労働になるんじゃないかなと思います。いや本当にこれはすごい、本当にこれはすごい、はい、という感じでですね、この革すべての工程が終わると実際こっちに売られてるんですけども、こういう革製品に変わります。茶色いもの、
黒いもの、あとはまあ青とかもあるんですけど、ここにはないですね。すごい、皮だと火を炙っても燃えない、縮まない、これが本物ですね。そして防水、水めっちゃ弾く。いやすごいな、あそこで作られた皮そのまま使ってこういう風になってるんですよね。で、皮は牛の皮だけじゃなく、牛の皮だけじゃなくて、ラクダとか羊とかいろんな動物の皮を使って作られてるみたいです。まあね、最近ハイブランドだとですね、まあ、動物の本皮を使った商品はやめましょうという方向に走っているので、まあ、こういう商品ですね、将来的にどうなるかはちょっと見えないんです、わかんないですけど、まあ、今でもまだこういうふうにですね、皮を使った製品ですね、作られています。例えば、そうですね、まあ、飲食店を経営されていたりとかすると、まあ、こういうのが、これクッションなんですけど、こういうのを仕入れに来たりするのも楽しいかもしれないですね。お店の雰囲気めっちゃ出ますよね。皮ですし、安いですし。いいんじゃないかなと思います。本当なんかいろんなことを考えながらここに来るとですね、まあビジネスチャンスとかもいろいろもしかしたらあるんじゃないかなとか思ったりします。まあ例えばこのバブーシュもね、日本じゃ結構金額しますけど、まあそこまで需要はないと思うんですけどね、なかなか安く買えたりしますので、はい、さっきの工場なんですけども、案の定ですね、最初入るときは1人10ディルハムずつというふうに価格を提示されてたんですけども、出るときに10お互いね渡したら、いやこれじゃ足りないよということになりまして、まあ出てきたんですけど、まあもしこれからねこういうふうに、まあ、モロッコを旅することがあったりとかして、もしあそこ、行ったりすることがあったりしたら、まあ、追加で料金を請求されるんですけど、全然追加で料金払わなくて大丈夫なんで、そのまま出ちゃって OK です。まあああいう感じが大体日常で、まあいかにこうねぼったくってやろうかみたいな、ふっかけるのが当たり前みたいな文化になってますので、まあね、それがね嫌いになったりする人もいると思うんですけど、まあああいうのね、まあ普通になんかいなしとけば大丈夫なんで、はい、まあいいんじゃないかな。特にまあそういうね、なんか悪いことしたなとか思う人とか全然ないんで、まあそういうふうに対応していけば楽しくモロッコも回れるんじゃないかなというふうに思います。いやーこれはすごいですね。本当いろんなのが売ってて、今日用品とか売ってますね。スマホのケースとかもありますし、イヤホンとかね、サングラスとか、はい、まあ、全くモロッコの民芸品に関係ないものをたくさん売ってます。でやっぱ思うのは、多分二度とこの道帰ってこれないんじゃないかなというふうに思ったりするんで、まあ、こういう時ですね、やっぱお買い物をしながらこれって思ったものはですね、やっぱりその場で買っておくのがいいのかなとかって思いながら今歩いてます。美味しそうなモロッコ料理が来ました。これも一応タジン の仲間に入るみたいで、料理名がタジングラウンドビーフ&エッグとかっていう名前の料理でした。美味しかったですか？美味しかったです。多分あれで全部で500円ぐらいかな、うん、あ、ちなみになんですけど、モロッコっていうのはですね、ハマムっていう赤すりが有名でして、昨日僕もここのお店行ってきたんですけど、まあ、かなり良かったです、はい、体めっちゃ綺麗になりますよ。まあ、フェズのメディナといえばこの門が、結構有名で定番なんですけど、まあ、ここがメインの入り口になると言われている門です。結構ねここには人がたくさん集まってて、写真撮影してる人かなり多いです。モロッコのフェズ、迷宮都市、いかがですか？すごいね、まだちょっと全部見れきれてないから、いまいち自分が今どこを歩いてるのかがわからない。でもとりあえず一つ言えるのは、まあ、Google マップないと絶対迷うね。絶対迷う、無理無理。じゃあ Google マップがあってもちょっと結構きつい、うん、まあ迷ってたしね。さあ、見晴らしのいい展望台ではないんですけど、なんかやってきました。なんかね、道なき道を来たって感じですかね。結構地元の人たちもここでなんか休んでるというか、はい、そういう感じですかね。あっちすごい、めっちゃ開けてるじゃん。フェズの市内を一望できるスポットです。おじさんたちいますね。絶景
ここはちょっと地元って感じの通りですかね。お土産ではないね。まあ、近くにモスクがあったりとかして、時間になるとですね、あのコーランが流れるというね、スピーカーがこのところどころについてたりするんで、結構多分ねボリュームが流れるんじゃないかなという感じですけども、あ、あった、そう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 、そうだ、このマークのついた ATM だと、キャッシング、海外キャッシング手数料無料で引き出せるので、かなりお得です。ATM 手数料かかんないのいいですよね。王宮にやってきました。金キラ金でございます。すごいね、初めて来たこういうところ。金キラ金でございます。観光客があんまりいないです。